あ、すいません、お願いします。どうですか。お願いします。本当に今日からがスタートなんで、新しく旗揚げした団体の気持ちで胸いっぱいのプレスをやっていきたいと思うんで、また客席に来られている人たちにそれを伝えたいなと思います。まあ個人的な話をすればですね、あのデスマッチとかっていう路線っていうのはまたちょっと違うっていうところありますけども、どうしてもその相手が相手ですから逃げるわけにもいきませんし、またその中でどうやって新生 FMW のカラーを出していこうかっていうのも楽しみなんで、そういうところっていうのはまた見ててもらいたいなと思います。デスマッチをその FMW のリングからなくすようなこと言ってるけど、そんなたわけのこと言ってないけど、ミスター・ポーを倒した上で俺たちがハヤブサたちをそのリングにね絶対引きずり上げてみせるし、もうこれからウィングのカラーで全てもう狂乱デスマッチをやっていきたいし、そのためにもまずミスター・ポーを倒す、もうそれを本当に命題にして一丸となっていきます。金村、松永、小坂、日戸、この間言った通り何が起こるかわからないぞ。今日は楽しみに待ってろ俺たちの試合、それからハヤブサイカ FMW、 お前らも俺のターゲットの相手だ。俺たちがチャンピオンだぞ、分かってるか。いつでもどこでも俺たちに挑戦してこい。ハヤブサがエースだと言ってるけどな、俺たちがナンバーワンになるからな、見てろよこの野郎。Come on.
Yeah!
必ずあの人たちが持っているベルトは手に入れます。そして、大分市が辞めた後のうちの団体に FM ライブにこんだけの人が集まってきました。この人たちを期待を絶対に裏切りません。必ず FMW 大分ダッシュを超えます。
隣町どうもありがとうございます。このリング上に並んだ新生 FMW の新しい力で、熱いものを伝えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。続きまして、ミーアムカップの選手よりご挨拶があります。自分たちはどんなことがあろうと、この新生 FMW を守ります。俺たちの熱い思いを見ていってください。最後に、はやぶさ選手よりご挨拶があります。本日はご来場いただき、誠にありがとうございます。新生 FMW は今シーズン旗揚げしました。目いっぱい頑張ります。今はこれしかいませんけども、僕らの胸いっぱい感じていってください。新生 FMW をよろしくお願いします。Yeah!
ハローエブリワン。 FMW、 いいマッチメイクを組んでくれたな。今日は今日はウイングのチームどもはこのボーダー、そしてミスターポーゴ、この二人がウイングを潰す。そしてメインイベント FMW、 ハヤブサ FMW、 俺、オーヤ、グラジエーター、この三人で一気に潰してやるわ今日は。そして俺たちのリーサルウェポンが次のシリーズトップを取ってるぞ。見とけ、今日でウィングも FMW も最後だ。
この状況で切羽詰まって頑張ってるから君たちもウィンドのこと認めてくれ。Oh!
シングルのベルトだ。そのシングルのベルトをいただくために、次はこれ大家だ。次の後楽園お前でやってやろう。シングルだ。ここでな、絶対に諦めません。秘密兵器の X を連れてくるから、今日でも本当にミスターポーの最後になると断言してもいい日になると思う。まさかがね、ミスターポーのあの有刺鉄線バットの一撃で胸骨折られて今日から欠場に追い込まれたけど、その無念も今日晴らせると思うし、とにかく、秘密兵器の X に期待してください。自分からの言い方もよりシャークツジア選手の勝ち。
選手の勝ち。このこのままでいいわけないよな。このままで終わっちまうぞ。お前が2節戦やるって言うなら私は追う。レザーフェイスじゃねえかよね、くっつろ。てめえな、3年前に俺がレザーに負けてよ、俺失神経をした覚えて、それでレザーフェイスを見やがったんだろ、てめえ。だけどな、見ろ、てめえの手数がねえから、てめえが頑張んねえから、誰よりも一番だよ。俺を見ろ、俺様についてたかったな、俺様に一線を越えたデスマッチしたかったら、てめえでのしやってこい。よく伝えとけ、松永のバカ野郎に。つなげだ。
先打ちの18分スタジオスはジャパンスプレッツソロである神奈川さんが DM が出してハヤブサ流の勝ち。これで終わったと思うな。ハヤブサ、ハヤブサ、これで終わったと思うな。ふざけるな。負けてねえぞ俺は。俺は負けてないぞ、ハヤブサ。ふざけるな、負けてないぞ俺は。事実、タッグのベルトを持ったのは俺たちだよ。タッグのベルトを持ってんのは俺たちだよ。わかるか、ハヤブサ。そしてグラジエーター、俺たちに勝てるやついるか。いるわけねえだろ。負けてない、俺は負けてない。ふざけるな、負けてない、絶対負けてない俺は。負けてない。それか後楽園、必ずベルト取ってるかな。あ、おい、頼むんだ。必ずシングルのベルト、ああ、取るぞ、こら取るぞ。おい、怪我したか。ハヤブサは取りますよ、大丈夫です。必ずベルト取れ。俺たちが絶対取れるか。続けます。5月5日におじさんがかけてくれたベルトですから、何がどうだったって渡すわけにはいかないですから。向こうに絶対に負けません。自分の体のこととか言うと今日は決していい調子じゃないんですから、どんな言ったって言っちゃえば言い訳にしかならないですから。陳さんの絶対応援してくれると思うし、僕一人じゃないですよ。全員の気持ちでリングに上がりますから。Oh!
上野、いつまでそんなもんつけてんだ、ほら。いつまでそんなマスクつけてんだ、上野。してこういう状態じゃ先が見えないんですよ。で、自分があの発言に対して返す言葉は次期シリーズ、あの名前が出た6人で
底上げしようと。そうしないといつまでたっちも FMW もイングも活性化しないんですよ。それで自分たちが6人で競い合っていこうと、これから会社に申しているつもりです。そしてそれが通った場合は次期シリーズ6人で総当たりリーグ戦を開始したいと思います。女子スクランブルトルネードクライミングスナッチングキャプテンホールマッチ5 4 3 2 1 0。
小僧どうするよ。あとはお前次第よ。ふざけんのふざけんの許せんせん
Ah!
5分経過。Oh!
Yeah!
Thank you.
Thank you.
計価値でございます。本当だ。荒木さん、お前だろ。皆さんのおかげで今日は勝てます。ありがとうございました。これからもこれからも新生フェンダブルは皆さんと一緒に成長していきたいと思います。応援してくれる みんなのおかげで今日は勝てました。本当にありがとうございました。今日タイトルマッチやる前に、やる前からこのカードが決まった時から考えてることがあったんで、この場を借りて言わせていただきます。僕個人の意見ですけど、今日のタイトルマッチは僕らがこれからやろうと思っている新生 FMW の全員参加とかっていうような、そういうあれに合ってないような、そんな気がしてたんです。今まで勝ってなかったんで黙ってました。今日勝ったんで、僕の希望としてはこのベルトは炎上するっていうか、まだ負けないです。これから会社の方に話をしようと思うんですが、このベルトは全員参加っていうか、正規軍やウィング、リーサルウェポン関係なく全員でちゃんとした形でリーグ戦内何なりをやって、改めてチャンピオンを決めようと思います。高橋さん、お願いします。そういうことなんです。会社としては前向きに検討します。ただ会社が認めたタイトルマッチのチャンピオンベルト返上ということは基本的には認められない。今日はチャンピオンなんだ。検討します。